聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、痩せるために歩いたり有酸素運動をする人多いと思いますが、たったの1分で50分ウォーキングするのと同じ効果を得られるやじろべえの応用編として、膝をついたメニューを紹介していきます。今回のメニューはスクワットよりも足痩せできる、体の背面をしっかり鍛えることができるので、痩せ筋とも言われている褐色脂肪細胞を活性化させることができます。なんとなくエクササイズ頑張ってるけどやった気になってませんか？今回のメニューを行うことで体幹がしっかりしてくるので、いろんなエクササイズをした時に効果的に筋肉に効かすことができてくるんです。なんとなくフォーム真似してやってるけど本当にこれでいいのかなと思った方は、今回のメニューをやっとけば大体ほとんどのメニューのフォームがうまくできてきます。ちょっと難しいんですけども、やってみましょう。それでは紹介します。まずは足を上げて、手は腰、目をつむって10秒キープです。バランス取れた人は OK、 取れなかった人は今回のメニューを必ずやりましょう。周りに物がないところでやってください。目をつむって行いますので、掛け声を聞きながら10秒までできるだけキープです。手は腰です。足上げます。それでは目をつむっていきましょう。10秒、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 反対です。結構難しい。目つむった瞬間バランス悪くなる。いきます、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。どうですか、バランス取れましたか？めちゃくちゃ難しかったよって方も一緒にやっていきましょう。今回の膝ついてやじろべえは体の背面を全部鍛えることができる。お尻、太ももの裏、足を細くしたいよ、プリッとしたお尻手に入れたいよって方にもおすすめです。男性は有酸素運動の代わりとして行ってください。いきましょう。各足1分ずつ行うんですけども、まず正座から体を起こしてもらって、片足を前かがみになりながら後ろに伸ばします。で戻る。これ結構本当に難しいんで、何かあったら手をつくために手を出しておいていいです。このままバランス取りながら足を伸ばす、戻すっていうことを1分間繰り返します。バランス崩したら床触ってください。でまた手を上げて体を戻す。これを各足1分するだけです。結構バランスがいるんで全然うまくできないよって思った方も、バランス崩してるだけで筋肉すごく使われているので、バランス崩れててもいいです。とにかくやることが大事。バランス崩しながらでもやっていくことでバランスが取れてきます。バランスを使うための筋肉が鍛えられてますので、一緒にね頑張っていきましょう。動きはゆっくりな方がいいです。それではいきます、スタート。バランスをね取りながら戻る。体を前かがみにしながら戻ります。1分間ねちょっと頑張っていきましょう。これでね、伸ばしてる足のももの裏、お尻、背中、弱い部分がね全部鍛えられます。こういう感じでね、膝をねあんまりねこう伸ばさずにお尻少し下げる感じでねやるとね、お尻すごい鍛えられます。バランスを取りながら戻る。ふう、これだけでもねお尻の横がね痛くなってくると思います。よっしゃ、ふう、はい、OK です。それでは反対足も同じようにいきましょう。いきます、スタート。バランスがねいますよね、これね。腰痛い方はね無理しないでください。あ、バランス崩した。これがねヒップアップのためのね、あ、バランス崩した。あ、むずい。どうですか皆さん、前筋がね鍛えられて、スクワットではね使われにくいもも裏がね鍛えられるんで、足がね張りやすい人とかにもねおすすめです。
バランス崩してもね、やっていくことが、ね、大事です。よいしょ。よいしょ。ラスト。よーし、OK。これで、初めにやった目をつむった10秒、やってみましょう。さっきよりもバランス取れたよって方はね、バランスの力がね、身についてます。手を腰に当てて、片足上げて、目をつむって10秒。いきましょう。ラストのチェックです。いきます。スタート。5、6、7、8、9、10。 OK。 始めるのもなんかできる気しませんか？反対いきます。目をつぶっていきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 お疲れ様でした。最後の目をつむったチェックどうでしたか？よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。私は初めよりも断然最後の方がバランスが取れました。バランス悪いさっきのやじろべをしたことによってバランスを取るための体幹にスイッチが入った証拠です。今回の膝つきやじろべ面白かったよ、よかったよって方はね、今回もご視聴ありがとうございました。